イヤマトヒューガコルドットです。そしてドリキです。ポン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 、よろしくお願いします。小野さんでこのはず、明るい始まりがする確かに本日、みきおちゃんのみきくん来ていただきました。よろしくお願いします。すごい動画だっていうのは皆さんだったら分かると思うんですけれども、ちょっと分かんない人のために若干ちょっと説明しとこうか。ちょっと炎上っていうものをしましたということでその経緯からちょっと話していきたいんですけれども、まあ僕が50万人行ったその日に、宣戦布告と全 YouTuber に次ぐコムドットが通るから道を開けろというツイートをしたところ、みきおくんからそれは先輩に対して無礼なんじゃないかっていう指摘をいただきましてちょっと僕も思い当たる節あったんで、みきくんにちょっとこう LINE させていただいてみたいなところありまして、世間的には険悪みたいな感じになってて、でもこうミッキーくんがちょっと連絡をいただきまして、一緒に動画撮らないかみたいな風に言ってくださったんで、あーこれで実現しているということで本当にありがとうございます。ありがとうございます。すごいことですよね。すごいな。みんな絶対ないと思ってたらしい嬉しい限りですけれども、やっぱエンターテイナーなんで僕たちも、ということで、まあ、ちょっと僕企画考えたんですけれども、はい、迷惑をかけてしまったというか、ファンの方を巻き込んでしまったりとか、メンバーも含めミキ君も含めなんか騒動になって炎上してしまったわけで、僕が発端だったんで反省の意味も込めて企画持ってまいりました。おお、今日は何、おお、なんやと思ってこれ今日すごっということで本日の企画、簡単な即ミットなんじゃもんじゃゲーム。初めてです。なんじゃもんじゃ初めて、なんじゃもんじゃ初めてです。まあ以前僕たちのチャンネルでやったことがありまして、結構強めのビンターされるっていう感じの企画、一回 やっとく。どれぐらい、そうだね、ミッキー君の僕のこと思いっきりこう芝居てほしい。まあヤマトはいけるわ。あいけるのやばい。あっちゃんちょっと俺ちょっと優しくなってる。あいや思いっきり来てください。あ、もうねえな。ガチ怖い目してた。コムドットのメンバー同士でどれぐらいのビンタなのか。あ、じゃあ俺が言ったんや、チューブ。いきます。ゲックス。おー。そうなったら感じ悪くなっちゃうから。マジ強いもん。じゃあ、そうなっちゃう。結構強いな。結構ほんとこんな感じ。やり返す。ほんとお前目やばいし。え、ちょっと喧嘩すんなよ。やめて。目入って、ドラム目入った。え、じゃあちょっと救急僕取り行くんで、ちょっと道開けてもらって。一切こう、不仲とかではなく、ミキ君がこう、寛大な心で僕のことを受け入れてくれたんで、ありがとうございます。ありがとうございます。たまに道開けさすとかやったもんね、お互いにね。そうですね。ということで、じゃあちょっとなんじゃもんじゃゲームから説明していくんですけど、12種類のキャラクターみたいなカードがありまして、それにまず最初みんなに名前を付けまして、で、山札から出てきたカードの名前を当てると、その名前を間違えたら思いっきりビンタ食らうっていう。ビンタが強いのがどうこうとかじゃなくて、やっぱ噛んだ人が圧倒的に悪いっていう、一番多い人が勝ちで一番少ない人が負けみたいな感じですね。勝ったら道開けてもらえるとか。これミッキー君が負けた場合は、うん、コムドットからビンタです。コムドットから誰かが負けたら、まあ、ミッキー君が思いっきりビンタっていう。それではやっていきましょう。まずは名前決めていきたいと思います。はい、あはい、早っ。ジョバスのお父さん。おー、赤いけど。あーってなんのこれで。結構熱心にこう応援しに来るジョバスのお父さん。続きまして、ね、この方ですね。はい、ミュゼプラチナム。ふさふさなんで脱毛した方がいいかな。そう。早めに出ときね。はい、はい、ファッションリーダー。おお。まあなんかちょっと最先端感はありますね。そうです。こちら、カサナス。何個か難しいのを入れとくと、やっぱゲームが盛り上がる。確かに。こちら、あ、はい、ゴルバチョフ。ゴルバチョフね。なんでか分かんない。あ、もう次出たやつゴルバチョフにしようと思ってます。うわ。とりあえずお茶行こう。って言ってる人。お茶持ってるけど。持ってるから。こちら。うわ。ティンダーグルイ。ああ。くるってそう。うん、確かに。はい。僕は道開けないぞお化けという。おお。開けなそうだし、開けないね。はい。うわ。はい。さっきの発言鼻についたな。考えてるね。こうやって考えてるわ。やるな、上手だな。左下見て。うまいわ。読めとく。ピヨ。ピヨ。はい、続いてこちらですね。はい。手ぶら足か。なんか似てる感じが。難しいやつ出てないな。じゃあ、はい。
あ、じゃあはい。天気の子見すぎたマサチューセッツ工科大学出身の女子バレーボール部員。部員。うわぁ、出身やのにバレー部員。バレー部員。もう一個ぐらい難しいの入れときます、じゃあ。なんか解明ってこと？ゴルバチョフ解明でいいや。重なすぎ。ゴルバチョフ、あ、ゴルバチョフ、今日ゴルフに行ったらアキレス腱切れたんご。あー、単語だ。じゃあ全部ちょっと確認していきたいと思います。はい。ミューゼプラチナム。ミューゼプラチナム。カサナス。カサナス。合わせて。帽子の被り方どうにかなんない？これはふざけてるどういう気分なの？自分がやられたら。人の気持ち考えるから。だからああいう発言するんだよ。とりあえずお茶行こう。とりあえずお茶行こう。Tinder ぐるい。ティンダー狂い。席大事になってくる。うん、席大事、席だね。ここは離れないでいただいて。ちょ、炎上になれたりする。炎上なんか、あれ受験時間。じゃあ、噛んだ即ビンタ、なんじゃもんじゃゲーム開始。僕は道開けないぞ、お化け。おお、すっごいお前、すっごいすごい。さっきの発言、鼻についたの。いや、あっちゃんの方が早かったじゃん。じゃあ、ありがとうございます。言いたかったな、これ。除霞するお父さん！はいや、みんな。まあ、ドローンは溜まっていくみたいな。あ、なるほど。ミュゼフラジナンクス！すげえ。すげえ。名付け親強い。強い。いきます。きれいだよ！デビューって言ってる。いいよ。あ、ゴルバチョフ、ゴルフ行ったら今日は決めたい。あ、ちょ、いつだよ今俺出すか、今日って。いや、記憶にございません。ジンダーってやってください。俺のポジじゃない。いやいや、お前が気づいたんだ。おーい、いってー。なるほどね。ここまで衝撃突き抜けた。ミッキー君がリアクションするところでお前目立つ。これぐらいで来た。そうそう、これぐらいでミッキー君も。はい、ファッションリーダー。うわ、すげえ。若干余裕あったよ。余裕、誰も出てなかった。やばい、ティーダーグリー。1000秒ぐるって言っちゃいました。はい、とりあえずティーダー行こうよ。行こうよ、やったっけ。行こう。アンチ日本人二度蹴りやん。沸かしてもらう、沸かしてもらう。夏声がミスった。ティーダーグリー。いや、いや、まあ、天気の子見すぎてマサチューセッツ工科大学出身の女子バレー部員。マサチューセッツって。お前、くれてせんなよ。天気のお父さん。天気のお父さん。天気のお父さん。これ血縁関係ないですよ。水出るじゃん。マジで。マジで強くない。やばいやばい。ピヨ、あ、違う。ゴルバチョフ、今日ゴルフ行ったらアキレス腱切れたんご。ちょっ、が正解ね。山張ってくれる、俺このゲームで。ゴルバチョフ、ゴルフ行ったらアキレス腱切れたんご。ミッキー君がボロボロ。そうですね、ゴル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 って。なんか、噛む方が悪い。うん、なんか、噛む。すぐそうやって道をさ邪魔して。メンバーの見せ場だったろ。いくよ、ピョッ。あっ、クソ悔やさまクソ悔やさまクソ悔やしい。席替えしますか。おいきます。えい、カサナス。カサナスって言った。俺カスナスって言った。ピョ覚えてないんだよ。ピョッ。ピアス。負けた。いきますよ。はい。バレーボール部。死みたいになってる。俺は天気の子見すぎたマサチューセッツ工科大学出身の女子バレー部員です。ですね。まあですね。めちゃくちゃだよ。やってる。天気の子見すぎたマサチューセッツ工科大学出身。行く、ミッキー君行くの。天気の子見すぎたマサチューセッツ工科大学部員のバレ。あ、すいません、すいません、すいません。あ、変わっただけやろ。ユーマはね、ミッキー君大好きだから。そう、行きます。ピオラーチョフ、今日ゴルフ行ったらアキレス
いや、俺マジで来た。よし。天気の子見すぎたマサチューセッツ工科大学出身の女子バレー部員よ。ダメよ、お前。ガチやべえ。いきます。とりあえずの成功。お前、すごいっす。ヒゲがだるいっすよ、これ。さっきの発言鼻についたな。これよりうまい。ミッキー君の聞きたいのにさ。聞きたい。ミュージックタイム。ドロー。うん。これは道開けないぞお化け。僕は道開けないぞお化け。怖いもう俺も。さっきの発言鼻についたな。ゴルバーショー今日ゴルフ行ったら開け付け切れたぞ。ユウも、ユウも早かったかもしれない。おぉ、ミキ君、ミキ君強いな。鼻についたなぁ、めっちゃ3枚いるから。鼻につきすぎだろ。天気の子見すぎたマサチューセッツ工科大学出身の女子バレー部員。俺は天気の子見すぎたマサチューセッツ工科大学出身の女子バレー部員です。あー、緩かったな今の。言いますよ。カサブレア。カサマスでなってお前。ミッキー君リンタするチャンスなんて二度とないからね。なんでカサマス間違えるの。カサマスや。はい、バンブレアじゃん。釣られちゃったマジで。さっきの時は鼻についてのミキ君だ、感情こもったな。ミキ君、おぉ、手ブラシか。おぉ、かわいい。すげえ。ミキ君カサブレドロピョッピョッピョッ。早すぎる、早すぎる、早すぎる。お前が押されてるやつ絶対外さんない。ユーマめくる。よし、このあなた。天気の子見すぎたマサチューセッツ工科大学出身の女子バレー部員強っ。俺のリアクションはほんまにこのゲーム一番本気でやってる。なでなですんなお前。僕は道開けないぞお化け。おぉ、ちゃんとゴルフ行こう。ゴルフ行ったら、あ、違う、絶対見たい。とりあえず見たい。よっしゃ、お父さんのバス部。ドアスのお父さんです。おぉ、お前声聞いてないの。よいよいよ、言えてない。じゃあまあチャンスあげようよ。ファッションリーダー。やっぱ道開けるな。じゃあちょっとユマに次道開けてあげて。ファッションリーダー、道閉ざしてください。開けられすぎちゃった。開きすぎたっすね。ちょっと席替えする。ラストもうちょっとしかない。そうだよな。ツインダーグルイ。いやいや、言うた。ツインよ。僕は見ちゃいけないと思い。ドロードローか。お嬢さん、どうした。板も噛んでた。おーい、手ぶらだ。いや、言うた。うわー、ツインダーグルイ。シェース。水手ぶらタイム。いや、だって今のが間違いか俺らじゃ判断できないから、ね、もう早すぎて光のスピードだったからね。腕切ってピョッピャー。気づけないやん。音置き去りにしてる。音置き去りにしてる。めくるとか同時に聞こえてくるもん。色なの入ってくる、このハゲ感。いや、そのままやん。いきます。さっきの発言鼻についたな。すげえ、すごい、マジっすね。お茶行こう。ユーマオがお茶行こう。いきます。お父さん、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 きたー。せーのに、いきます。せーの。あ、こうやって打つんです。道譲ることあるんやん。うますぎないですか、その意味。いきます。次取った人やばい、やばい、やばい、マジで取りたい、取りたい。僕は道開けないぞお化け。すごいわ。とりあえず最高。
とりあえず置き合ってた。チェブラシ。いや、お前、何を思い急にしてるんですか。チェブラシか。いくよ。あ、敵しかいないのやばいけど。はい、やっさ、ラストなんだよこれ。ピョピョ。ピョの枚数数えてる。うわ、すごい。結果発表いきたいと思います。はい、ということで結果発表。枚数をこう一枚ずつみんなで数えながら出していくと。せーの、1、2、あー、4、5、6、7、8、9、10、11、9、12、13、9、5、負けずってると思った完全に。あ、おめでとうございます。うわー、すげえ。ということでね、本当に素晴らしい企画だったということで、ミッキーのチャンネルでも出てるということで、はい、ぜひご視聴。おい、罰ゲームある。大丈夫、リーダーこんなんで。全然ダメっすよ。逃げ腰なんすよ、あれ。へぇー、 SNS だけなんだ。じゃあ罰ゲームかー。うわー、これ綺麗になるわ、この騒動全部が。今回ですね、僕の発言で世の中をお騒がせしましたということで、反省の意味も込めてこの曲を撮ったんですけれども、まあ最終的に僕が最初の一撃を食らうというね結末になって、まあ結構気持ちいいのかなって。うん、確かに流れ的にはね。ミッキー君に思いっきりとついていただいて丸く収まりましたということで。そうですね。じゃあもう全 YouTuber の魂を。あー、怖い。裸からちょっとね。じゃあいきます。道開けろ、道開けろ、道開けろ。カウンターくらってるんだ。ありがとうございます。ありがとうございます。改めまして、本日ミッキー君とコラボさせていただきました。ありがとうございました。ミキオダチャンネルの僕たちの動画出ているので、はい、そちらもご覧お願いします。お願いします。今後とも仲良くしてみてください。お願いします。お願いします。今度小竹君とも一緒にコラボ。確かに確かに。ぜひぜひよろしくお願いします。お願いします。それじゃあまた次の動画でバイビー。